天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。ものづくりの心、天才ピアニストの竹内です。え、ものづくりの心なんですよ。才能の塊、まさみです。やばいやばいね。いえ、まあ、そんなね。でも言っていうのは、はい、みんなが言ってるなと思って。あ、ご自身の認識ではなく、ご自身の認識ではなく、はいはいはい、いや、言えば言うほどやばなって笑って思ってるやんか。もう耳鳴りとして聞こえるなっていう。まあ病院に行こうって言った感じなんですけど。そうなんですよね。そうですよね。さあ今日もね、脳みそを働かせずに喋っておりますけれども、はい、なんかね、うん、工場ってあるじゃないですか、うん、で、工場で働くとしてしたら、うん、何の商品の何のパートがいいかなとかいろいろ考えることがあるんですね。はいはいはい。例えば花ラングの最後のイチゴを乗せるとか楽しいと思うんですよ。ああ、なるほどね。最後のトッピングそうそうそう、うん、とかセブンイレブンのさ、白熊とか。ああ、上はフルーツ手で乗せてるんでしょあれ。あ、そうなんや。確か。え、マジ。うん、やった気するんですよ。なんか何かの番組で映像を見た時に、うん、その花フルーツをこう乗せて。あ、そうなん。やっぱ最終的に人間の力っていうのは、まあ、なんなんすかね、配分なのか、うんうんうん、上から落とすのではダメなんじゃないですか。やっぱこうちょんちょんちょんとこう、ね、綺麗に盛り付けたりとかしないといけない、うん、工場っていうのは流れ作業みたいなこと。そうそうそう、コンベアで流れていって、チェックする人でもいいし、うん、こうなんか置いていく人とかでもいいし。何がいいかな。でもやっぱ結局トッピング系が楽しいよな。まあ、美味しいところではあるよな。てやろ、その流れ作業の花形。うん、でもそれは多分浅い意見やと思うんだよな、うん、ほんまの工場の人らに言わしたら、いや、チェックの部門渋いっすよねって、うん、ちょかけてへんかどうかこう見て、こう検品作業な。そうそうそう、かけたら弾くっていう。なんかよく何、ね、ちょっと昔なるけど、なんかクイズの番組みたいなんでさ、はいはい、早送りでやってる。いや、あったけど、何を作ってる工程でしょうな。でしょうかみたいな。あったあった。靴下こう早くかぶせていったりとか。え、何それ。靴下工場。靴下工場。その検品なんかな。バーってかぶせ、筒にかぶせて、はい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 、そう、穴開いてないかとか、はい、こう色変じゃないかとか。はい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 。かぶせる、ひたすらかぶせる。あー、渋いっすね、うん、あ、それすごいな。だってこう滞ったら、あーってやるもんな。そうそう、一応滞ったようにおんねん、次の人も。なるほど。あ、すいません、それよろしくっていうのもあんねや。こうスティックがあって、うんうん、本番は一個一個やっていきたいけど、はい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 、一個二個開いてこうしていくから、その間埋めていく人もいてるっていう。はい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 。あれどうなんですかね、グミでさ、うん、たまにさ、なんか表面にザラザラのこのパウダーみたいなつ、はいはいはい、ピュレグミとか、うん、ピュレグミのあれ手作業やったらいいのにな。こうやってやったらめっちゃええな。ハートの生まれたてのピュレグミをさ、こう粉の中でこうこないして、わし好きみたいな。そうそうそう、こないしさ、サラコナをこうパーって、うんうんうん、それ楽しい。腕もげるわ。え、腕もう太なるじゃなくて、もう細なるわそれ。あ、逆にな、エクササイズがすぎる燃焼で。あれやりたいな。私あれしたいわ、ね、三輪そうめんとかの、あ、いい、そうめんを溶かすじゃないけど、うんうん、木のスティックでこう、いや、あれいいな、綺麗にな、な、木のスティックいいな、あれ憧れるわ。確かにあれちょっとやりたいな。美しいもんな、うん、やっぱなんかさ、検品とかそういう、うん、このなんていうの、同じ作業のパートやってたらさ、うん、目慣れてきて、やっぱ分かるもんなんかな。検品のスピード感とかってさ、うん、正直素人の目で見てたらなんで分かるんっていうぐらいの、何の差なんみたいな。そう、バンバンバンと端よく、まあ果物とかね、お野菜とかも、あ、ほんまに大量になったら多分機械とかグラムとかそんなんでさ、うん、コンピューターが見て、うん、色とかで弾いていくんやろうけど、はい、ちっちゃいところでやってるやったらさ、うんうん、もう人間の目でいってるやん。はいはい、これ L 寸、これ M 寸みたいな。はい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 。あれは結構ベテランじゃないと無理よ。そうやな、確かに。あれすごいよな。あと551 の、うん、工場見学行った時は、はいはい、あの時に、あんを混ぜる時の玉ねぎをカットする部屋みたいなのあった。うわ、あったな。あれやばかったよな。あれはほんまに目痛かった。玉ねぎ部屋があんねん、うん、で、もうほんまに玉ねぎ部屋入ったらほんまに嘘みたいに目痛なんねん。入った瞬間もうね、見えてない玉ねぎの、そう、ミストが、そう玉ねぎミスト
がね、振りかかってくるわけ。もうでもそこにいてはる人は、うん、何が何がみたいな。慣れてたの？慣れてた。ゴーグルとかなしで、普通の人はもうゴーグルなかったらもう成立せへんねんけど。マジで無理やな。うん。あの人らもう慣れて。あ、もう慣れたんです、大丈夫です。よかったな。最初ほんまに目開けられへんぐらいの、うん、とこですけど、玉ねぎカット部屋。で、それをまた、あんのとこ持っていって、このこねくり回してさ、飴色になるまでこう機械で炒めて、そうコンクリートみたいにこうな、そうそうそう、回るとこでこうやって、あれもすごくなかった？あの生地こねるところで、うん、あもう大きい生地をこうグワーって手でやって、やってた。この一塊で、500g とか分かるみたいな、はい、やってあったね。そのもう重さ分かってるっていう。あれも職人技やで。確かにな。うん、あれすごかったな。だから生地系もいいな、見応えあるな、まあ、ちょっとパートとして。でもなんやかんや言うて、うん、ケーキのデコレーションじゃん。もう申し訳ないけど結局そこか、そこに行き着く。結局な、私ちょっとカット部門も魅力的なのかなって若干思ってんけど。ああ、だからそのでも機械やと思うね、カット部門は。まあまあな、うん、だけどちょっと みんの気持ちいいかっていう、うん、このなんかさ、そう、刃物でシャーンって切れるやつとかあるやん、こう野菜とかでこうシャーンって、だから糸のこみたいな感じで、あ、そう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 、シャーン通ったら、あの名前出てけえへんねんな、こういう時に。何、あのほんまに通信販売の人がやってるみたいなぐらい切れ味、見てあるけど置くだけみたいなやつな、うん、あれどうなってんの、あれすごいダイヤモンドカットみたいな、トマトも崩れないみたいなね、うん、やつありますけど。まあ結局デコレーションか。でもデコレーションとかってさ、クリスマスの時にちょっとこうバイトとかでね、うん、そうやな、やったことある？ないか。ないけど NSC の時めっちゃみんな行ってなかった？そうやった。うん、そのケーキのバイト、ケーキのバイト、1週間ぐらいね、12月。ほんまにベタにこうイチゴ置いていくんでしょうか？らしいで。なんかクリームを塗ったりとか、そんなんは全部ホイップのデコレーションは機械がやってくれて、はい、あ、そうなんや。そう、いちご置くのだけはやっぱりな、機械でできへんねやんか。で、サンタさん置くとか。あー、だ機械でこうしたら痛むんかな、いちごが。あ、かもしらん。こないしたら、うん、正確には置けると思うけど。そうそうそう、落とすわけにもいかんし。結局だからこれがいるんよな、ってもそうやな、うん、それ絶対楽しい。でもあれかな、ちょっと喋ったら怒られるのかな。ちょっとぐらい喋ってもいいかな。いや、マジであかんのじゃん。きついな、ほしたら。そらもうドモホルンリンクルスタイルでもうガチガチしてるけど、ここだけだし、うん、ちょっと喋って。犯罪者俺や。犯罪者、大犯罪者が。ちょっとうわ、結構なペースで。いすなそれ。クリームえぐってすなそれ。クリームホイップあかんのかいな。あかんやろ。でもそれはちょっとやってみたくはあるな。あれとかどうなんですかね、あのポッキーの、それこそ、うん、リエちゃんがこの間言ってたさ、ナッツいっぱいついてるやつとか。それあなた、テレゴミとしてナッツの海に。はい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 。え、ポッキーもさ、生地こう来てこうなるんかな。あ、まず。絶対そうよ、チョコの海に。チョコの海に沈み上げて、チョコの海に沈み上げて、ナッツの風呂に。でもナッツの風呂硬いやんか。あ、そうか、折れるか。こういかれへんやろ。あーってなるんだ、ポッキーが。今ポッキーやってるやんね。気がこうやってくれてね。ほらどうだ、やっぱ横向けてナッツの雨降らすんかな。ナッツの雨降らすけど、でもそれやったら綺麗に使えへんよな。へんが結局細かいバイブレーションがあるで多分。え、ナッツの、じゃあどう、横も、いや、待って、あれどうしてんの。下のあのゴムのレールにナッツが、ナッツの道、ナッツの道が敷き詰められてる、はいはいはい、プラス上からも夏の小雨が降りつつ、はいはいはい、そのゴムバンドがあーあーってなってて、はいはいはい、綺麗につくと思うで。結構しんどいな。じゃあもうあれ作るの大変よ。ナッツ加工は、ナッツ加工は大変やし、うん、デブポッキーやるやん。デブポッキー、フラン、うんうん、あれデブポッキー、デブポッキーやるやんか。ブラッキーな。あれはさ、一回つけて乾かしてもう一回つけたりとかせなきゃやろ。あれ多分もう何層もやと思うんだよ。だってさ、中の層がちゃうもんな、うん、チョコがちゃうもんな。あんなマジで5ぐらいはいってるやろ。だからこの通常のポッキーやったら、うん、プール1でこう生地が来てチョポンっていうところを、うん、細い風呂がいっぱいあると思うね。はい、5ぐらいはいってる。なるほど、うん、それでそれみたいな。ほんで最後ココアのパウダーをうわかけなんかの。それは冬の口どけや、あなたそれ。そう、私あれ好きや。
あれいいなぁ。あれは、最後は、うん、ここは別に、あーでもここはの。ここついてないやつもあるからな。でもついてるやつどうしてんの、最後にトン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 のおばさんがおっちゃう。トントンおばさん。トン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 のおばさんが。トントントン。ポッキーをめかして。ポキバーさんがいた。そう。いやいや。あかん。あかん。やばい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 。それガヤマちゃんの滑らへん技術やねんか、それ。え、ガヤマちゃんの、センチマイゴールデンポップスのガヤマちゃんの。静かなったふって言っといたら滑らへんねん。あかん。じゃあ、あれ、まあ、あれは絶対工場じゃないけど、あ、工場かな？何？その、あの、ビアードパパとかやったらさ、現地で焼き上がった瞬間に、ギューってするけどさ、あの、プチシューとか。プチシューとかあるやん。プチシューであったり、ヒロタのシュークリームとか、よく袋に入ってるやつ。袋とか、長い箱とか。あれとか工場。あれは工場やな、多分。手でやりたいな、あれ。私、あれ、ほんま、作ってる側はさ、腹痛まへんやん。っていつも思うねんけど、もっと言ってくれやと思うね。いや、そうだ、経営者と一心同体がね、作る人。いやいや、一心同体か知らんけど、一心同体の手を取ってるからね。こっちは腹痛まへんから。まあな、まあな。喜んでほしい。うわ、うん、だからこのシューの毛穴という毛穴から、うんうん。でもそれは夢やな。あの機械を私に渡した以上は、そう、もうこの爆発させたよな。そう。うん、ニューってなる。この尻んとこからプチュって溢れてるのはあるあるやねんけど、そんなん、そんなんはええねん、上やん基本、うん、もうなんかちょっと細いクリームが出てきちゃうみたいなぐらいまでグーグーってしたい。あー、ええな。でもこのスタイルやったらそれ可能なのかな。可能、己のさじ加減、ハンディスタイルでな、やりた。ビアードさんとか見せてたもんやってるな、このギューって、はいはいはい、穴開けてな。え、機械ではやってないから、普通の袋入りの食品も機械か。あれ機械じゃない？注射みたいに、うん、針がついてて、そこに生クリームとカスタード両方入ってるとかなったら、うん、まず生クリーム注入して、で上からカスタード、カスタード、いや先にカスタード、どっちでもやろう、おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？